よし、はい、うん、こちらにどうぞ。ちょっと並びが分かんなくなって、リバー、これはこっちで、これこっちで、グリーンと、じゃあ、 聞いてみます。脈取ります。いっぱいついてるから、テンション気をつけた方がいいかもしれない。ビザのマークスケールで直
し、寝れるようにしてくると朝がすっきり起きれるようになって楽になるかも。夜食べなければ可愛い。バタバタしてて。でもあれも全然。
もしれない、これは。あれ、してないっけ？してないのかな？あと出てないもんね。これは18日までゲットできるので、え、あの、オームの周波数です。そうか、これは素敵でしょ。これ最初の一番最初のやつ、地とつながる、地球とつながる、あと現実社会で生きやすくなる、ね、周波数ものすごく現実社会に、これでも可愛いです。これ、このピュアをこの中に入れちゃってもいいんですよ。そうですね、背中の歪みがあれなので、でもここが痛くなったらちょっとダメだけど、まず伸びる、あ、本当は足から足をかけてぶら下げるのが一番いいんですけど、ベストですけど、それができたフライングヨガとかどうかな。フライングヨガ、フライングヨガやってください。フライングヨガおすすめ。ちょっと待って、スパイダーたちを全身が整ってくるっていう。フライングヨガ、普段飲まないでお腹で食べて、あと特にあと特にも綺麗です。全部エネルギー大丈夫です。本当にございません。そう、音が切れない周波数もいいのかな。今ね、これが一番リラックスの周波数、エネルギー出す周波数、これもいいよね。長さと自分で周波数を意識して生きるといいかもしれない。いい周波数を出す、いい周波数を出す、中に出す素動でもいいし、外に出す素動でもいいし、周波数、まあ、波動って呼ぶと呼びやすいか、波動、いい波動を持って毎日意識して生きてもいいと、本当もうさらに人生楽しくなります。ちょっと締めてくれない。